はい、こんにちは、僕です。ペルソナ 2×やっていきましょう。じゃあ今回からね、ヨットハーバーを通ってヨットハーバーから日輪丸にね向かっていきましょう。ちょっと録画外でね進めてしまおうと思ったんですけど、ちょっとここのやりとりが若干変化があったようなので、まあ、ここからねやっていきますね。情報によれば、日輪丸はスマル湾の沖合洋上10キロに停泊中。外装は客船だが、内部には大幅な改造が施されている模様とのことです。これね、エリールートだと南條くんがこれをね説明してましたよね。こっちだと松岡が説明してくれる。自衛隊は陸自の第15師団と海自の一部が丸々掌握されているようです。永田町のお偉方もようやく気づき、公安や防衛庁が事態の把握に躍起になっています。この世界に永田町ってあるんですね。遅いな。しかし、あなたがやろうとしていることも、将来南條のトップに立つ者の行動ではない。南條には力がある。いくらでも沈める方法はあります。ご自重なさい。だからこそ俺は行く。今の俺には、その力の何たるかを見極めることが必要なのだ。単なる相続を、よしとはできん。わかりました。お好きになさい。松岡もあくまで南條家の人間ですよね。天野様、圭様をお頼みします。ボートに乗って、1って書かれたボートに乗って、日輪丸に行きましょうか。松岡が見送ってくれるんですね。山岡さん、坊ちゃんは正しく成長された。あなたとご友人のおかげだな。山岡に思いを馳せてる。私だ。確認された人型の実践が想定される。何としてもデータを回収しろ。今回の件から南條の一切の痕跡を消せ。南條はクリーンだ。南條はクリーンだ。完全に南條家のものですね。この辺のね、会話は特に変化なかった。客船に偽装したイージス艦か。くだらん。金の使い方を知らんらしいな。よし、そしたらね、日輪丸攻略していきましょう。途中はざっくりカットさせていただきますね。赤マントが出てきましたね。赤マント出てきました。倒していきましょう。強いのかな。そんな大した強さじゃないな。あれ、吸収されたな。ああ、倒せた。赤マント倒せましたね。まあ、何も問題なく倒せました。赤いマント手に入りました。会議室にやってきましたね。これは海底の地図のようだな。現代テクノロジーと呪術の融合が新生塾のお箱らしい。水郷なことだ。この祠のようなもの気にならないか。一体誰がその中にいた。今回はね、スオウタツノシンとマイヤ姫なんだっけ。あとあれだよね、なんとか黒田純之助か。黒田純之助をね、今回は召喚していきたいので、御前でね、天中殺っていうね、確か天中殺合体スキルを使っていきたいなと思っています。まあ、もうちょい先の話ですよね。達也。痛々しいな。見ていて辛い。達也くんのあんな怒った顔、初めてだわね。先を急ぎましょう。海底遺跡まで到着いたしました。かすかに感じる。カンドリが来ている。少年。キャツは危険な男だ。先走るなよ。先走るなよ。じゃあ海底遺跡も進んでいきましょうか。カンドリ、呼んでいるな俺を。待っていろ。今すぐ貴様の怨念を断ち切ってやる。あ、じゃあもう到着いたしますね、カンドリのところまで。今回の見せ場はここですね。
まあ、ここのセリフは変わらないかもしれないですけど、エリー編ではね、千鶴、何千鶴だったっけな、女性の方と戦いましたが、今回戦うのはカンドリ高橋さんになりますね。カンドリ、ああもう終わってる、少し遅かったな。ちょうど今封印を解き終えたところだよ。この要石は竜の活動を制御する封印だ。世界中にこれと同じものがあと 10H ある。もっとも全て開封済みだがね。竜は地中を流れる膨大なエネルギー、あとは蒼竜の神事で汚れを解放するだけで、この世界を未曽有の破壊が襲うわ。今頃御前と達造様は鳥船に向かっている。あなたたちの負けよ。追いかけたまえと言いたいところだが、今は使われる身、このまま返すわけにもいかん。お相手願おう。カンドリ、お前は昔の戦いで己の弱さを認めたはずだ。狂言回しの真似事などやめろ。そんな落ちぶれた姿は見たくない。またも君に同情されようと。光には光、影には影の役割がある。そういうこと。そうだ。ならば二度地に這わすまでだ。少年、女は任せる。女は任せる。やっぱりカンドリはね、死ぬ間際までの記憶が残ってるんですね。あ、なんか余計なのがたくさんいるんじゃねえか。やっていきましょう。とりあえずね、マカカジャを撒いて、まあ、周りですね。先に片付けたいのは周りだよな。演出は入れていきましょう。ここが今回の見せ場なんでね、多分。マハラギオン、あ、間違えた。これカンドリにやってるな。とりあえず周りのね、邪魔くさいのから倒していくべきだよね。で、マカカジャ。南條くんとウララの合体スキル。サンダーベラスト。全体雷属性ですね。めっちゃ効く。めっちゃ効く。けど倒せないな。弱点つかないとまあこんなもんですよね。5体いるからな、敵が多いな。このターンはなんとかしのいでもらって、次のターンもちょっとしのいで、ちょっと待って、南條くん。南條くんが蜂の巣にされる。何こいつら。南條くんが蜂の巣にされるよ。で、もう一回マカカジャを。今度はね、南條くんに巻きましょう。さあ、行って。南條くん。これでさらにね、あ、レビスのランクがマックスになった。これでさらに威力上がってるんじゃないかな。どれぐらいまでいけますかね。二人ともマカカジャをかけましたよ。あれ、変わんないな。変わんないっすね。二人にかける意味ってないのかな。なんだ。何をする気だ。何をする気だ。あ、四運水楽ね。全然、待って、カンドリが全然ダメージ通らないんだけど。強くない？あー、まずい。あれか、村正コピーやってくるのか。え、南條くんがすんごい下にいるんだけど。厄介だな。マヤはね、もう、マヤじゃない、これ。うららになってる。マヤは、エビスはもう約5面なので、回復していきましょう。こいつら自爆しないだろうな。早く倒さないと村正コピーがうざったすぎますね。っていうかね、カンドリがほとんど行動してない気がする。何もしてきてない気がするんだけど。あいつ防御してんのかな？もしかして。あ、やっと倒せた。あれ、一匹残ったな。なんで？まあ、このままでいいんか、とりあえず。パオフ未だにペルソナ使えないんで。あ、死んじゃった。そしたらね、どうしようかな。カンドリなんか全然ダメージ通ってない気がするんですけど。どうしようかな。一旦ね、ウララはペルソナ変えますか。周り片付けたんで、パールバティにしましょう。
飛んで、どうしたらいいんだ、何が効くんだろう。タイダルウェーブとか、うん、あとはカンドリ高久だけなんだけど、全然ダメージ取ってないよ。不滅の黒、ペルソナ使ってきたな。即死効果ないだろうな、不滅の黒怖いな。合体スキルなんだっけ、タイダルウェーブ、あんまり強いスキルじゃないんだけど、どうかな、効くかな。あ、さっきよりだいぶ効くじゃないですか。やっぱりね、今まで防御してたんだろうな、こいつ。全然ダメージ取らなかったんで。治りましたね。そしたら単体効果力がいいのかな。ペインスラッシュとかしておこうか。できればね、マヤは回復してもらった方がいいと思うんだ。もうこれで。不滅の、あ、待って、うらら死ぬんじゃないか。うらら弱点なんですけど。あ、セーフ、セーフ、セーフ。よかった、生きてた。ベインスプラッシュ、ベインスプラッシュ。ベインスプラッシュ。今一番強いのこれなんだよね。336。これぐらいしかできることがないな。ベインスプラッシュぐらいしか。ちまちまダメージを重ねていくしかないな。ひたすら不滅の黒ばっかりやってくるな。あのカンドリの出してるペルソナって何ですかね。待って、210。あ、この不滅の黒って割合ダメージなのかな。体力がきっちり210でしょ。さっき105くらいましたもんね。だから半分半分になってる気がする。時の車輪、新しいスキル使ってきましたね。痛えな。やっぱマヤはひたすらメディラマするしかないな。南條くんはひたすらこれしかないよな。これするしかないよな。うん、ちょっと SP がなくなってきてますよね。まあ、チューインソールはね、たくさん買ってきてるんで問題ないんですけど、なんかすごい長期戦だな、ガンドリ高橋さん。あんまり攻撃のバリエーションないんだけどな。あ、ちょっと待って、何攻撃してんだよ。ね、死にかけるやつはいないかな。大丈夫かな。あー、刹那さ、乱れ打ちが来た。怖っ。本作の刹那さ、乱れ打ちは何、全体攻撃なの。痛いな。あ、倒せた。うん、急に倒したか、アンドリー高橋さん。うん、ゲットアイテム何も落としていかないんだな。どうしようかな。技を上げとこう。みんなレベル上がりましたね。うん、これでた、アンドリー高橋さんともうお別れだ。見事だ。だが、影に見入られた者が、その職種から逃れることは容易ではないぞ。諸君に、運命の鎖、断ち切ることができるかな。俺はそのために来た。二度とあんな悲しみは起こさせない。うん、早く行け。ここももう持たん。一緒に来い。撃たれた。これ以上、生き恥をさらさせてくれるな。カンドリー、まあ振り返るんだな、最後は。少年のあの言葉が聞きたかったのですね。付き合わせて悪かった。いいえ、女を知ったから満足です。はーん、この二人なー。カエロースマルシに。荒谷神社へ行く。ついてきてくれ。うん、帰ってこれましたね、無事。赤マントの噂。あ、この人じゃないな。こっちの人か。お、この赤いマントはもしや、やはり、謎の怪人のマントですか。ぜひ譲ってもらえませんかね。いいですか。ありがとうございます。じゃあ、お礼に、これを受け取ってください。ん、哀愁正宗って読むのかな。哀愁正宗を手に入れた。刀ですね。誰の刀？南條くんはゾンビできるかな。
あ、 ありますね。うん、強い。そしたら、荒谷神社に行く前に、これはまたあれですね。街ブラをしていかないといけないですよね。まあ、取り急ぎね。気になるところとして、まあ、二人先に会っておきましょう。海底遺跡にカンドリさんが。それでどうなったの？カンドリさんは。まあ、変わんないか。マキちゃんの反応は。そう。私、あの人が本当に悪い人だったとは、どうしても思えないの。だから、できればもう一度話したかった。カンドリのこと、できれば天野さんの口から、その村に伝えてやってくれませんか。なんで。なんでよ。あ、マキちゃんはそんな感じ。レイジはいないのかな。ああ、レイジいなくなってますね。どこ行っちゃったんだろう。そうか、軌道は行ってしまったか。カンドリのこと、できれば俺の口から伝えたかったが、またいずれ会うこともあるだろう。なんなの、南條くん。レイジくんなら本社の方に帰ったよ。何か大切な話でもあったの？あったんだよな。こんなところかな。あ、エリーか。エリーってどこかにいるのかな。エリーってどこかにいるのかな。エリールートの時も別に南條くんがどこかにいたりとかはしませんでしたもんね。なんかね、あそこダブルスラッシュにいるイメージがあるけど、エリーは。いないだろうな、多分。いないよね。うん、そしたら一旦ね、今回はここで終わりにして、また続きはね、次回やっていきたいと思います。また次回はね、街ブラをして、一通りね、街を巡ったら、続きのシナリオをやっていくという感じで考えております。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。